進学校に入った時のことなんですね。私は福音派にいましたから、その進学校から福音派のちょっとエリート進学校に進学生が行くというね、そういう流れがあったんですね。ですから進学校に入る前から、その進学校から進学生が来てましたし、また私が進学校に入りたいっていう意向も向こうに伝わってたので、向こうの事務の人とかなんかも祈ってくださったんですね。で、私はね、まあ当然その進学校に行くものと思って、そのつもりだったんですね。そうしましたらですね、願書受付が始まったわけですよね。それで、主の確認を取らないといけないなと思ってですね、そして祈ったんですね。まあ当然、この進学校行きなさいって言うと思ったんですけど、来ないんですよね。語りかけが来ないんですね。で、焦りました。願書締め切りがね、すぐそばまで迫ってきても来ないんです。進学校の方ではね、私のために祈ってくださってましたから、なんで出さないんですか、早く出しなさいって言われたんですね。いや、出したいんだけどね、来ないんですね。そしたらとうとうね、願書締め切り過ぎちゃった。それでね、まだ祈ってたんですね。そして来ないんですよね。で、結局ですね、願書締め切りが過ぎても、まだ試験やってやるっていう期間も過ぎちゃったんで。でね、とうとう来なくて、でね、その進学校を示されなかったんですよね。そしてね、全てが終わった後に、もう一個の進学校が示されたんですね。それでね、その進学校に行くことになったんですが、神の導きはもう一個の方の進学校だったんですね。で、この時にですね、神の導きに従うことと従わないことの大きな差が出てきました。で、最初に行こうとしたエリート進学校はですね、その後のカリスマの動きの中で、カリスマの批判の牙城になったんですね。異言という本も出されましたしね。そうしますとね、私カリスマになっちゃったから、そこの進学校行ったら、もう退学になった。ね。で、いろいろ問題が起こったであろうと。こういうふうに感じます。そして私はもう一個の、あんまし出来の良くない進学校の方行ったんですね。そして、そこでですね、最初はいい生徒が入ってくれたって言ってくださったんですね。ところが半年じゃありませんね、カリスマになっちゃった。そしたらね、この進学校で最悪な生徒がいるってことになっちゃった。最悪私。そしてですね、学生会会長やなんかを中心にね、私を追い出す動きとか、批判中傷する動きがいっぱい起こってきたんです。具体的ね。ところがこの進学校の良かったことはですね、なんとね、理事長がね、カリスマだったんだ。そしてね、その理事長がね、もう辞めるつもりだったんですが、カリスマのになった生徒が出たということでですね、私に言ってきてくださったんですね。あなたがね、卒業できるように守るって。だから理事長がね、守ってくださった。それとともに一度カリスマ問題を通過していたので、前に行った進学校よりもはるかにね、対応がね、優しかったんです。で、私はね、その進学校に行きながらでもね、思ったんですね。何を思ったのかっていうと、それでも卒業できそうでない感じがしましたのでね、あれもやられたんですね。教師会でですね、私を退学させろっていうね、動議が出されて、で、校長先生が守ってくださったんですね。理由は何かというと、何も問題になるようなことはやってないっていう。つまり逆に言うと何も問題になるようなことをやってなくて退学させられるっていう状況だったんですね。まあそういうような状況だったんですね。それで、この進学校を、まあ、卒業できないんじゃないかと思って、アメリカに勉強に行くっていうお金も来ましたしね。そういう、まあ当初からの目標もありましたから、そうしようと思って祈ったらですね、ここにいろって言うんですね。
ちょっと卒業できないじゃないですかって言ってもね、ここにいろって言うんですよね。で、ヒャン中症の中ね、1対100ぐらいの感じの中で、ね、しょうがないのでそこにいたんですね。でも、後になってですね、なぜそうだったのかっていうことが分かりました。それは何かっていうと、後になってですね、私、予言の本とかカリスマの本を書いたんですね。で、それはですね、福音派の人にね、評判がいいんです。それはどうしてかっていうと、その神学校で、1対100みたいな感じでですね、叩かれたときに、福音派の人がカリスマに対してどう思うか、どこに疑問を持つか、どこにつまずくか、どこに受け入れられないところがあるかっていうことをですね、腹の髄に触れるほど学んだんですね。ですから、後の活動、非常に大きな助けであったと。こういうふうに思います。そしてですね、その後、逆転が起こっちゃったんですね。それは何かって言いますとですね、卒業式の総代を、なんと私がなっちゃったんです。これは普通ではなかったんですね。福音派の神学校でカリスマの生徒が総代になったと。その後にですね、私が同窓会会長になりました。完全に変わったですね。それとともに、後に予言の本を書いた後に、学生会で私を追い出そうとした急先鋒の人が手紙を書いてきました。いつか一緒に仕事をやりたいって。神様の素晴らしい御業が起こった時に、御心を行う時に、明らかに主の御業が現れるってことも見てきました。